ホテルと目の前に広がる海地図ザ・カハラホテルリゾートはアメリカ合衆国ハワイ州オアフ島のカハラ地区に位置する高級ホテルである1964年に世界のホテル王と称されるコンラッド・ヒルトンによりカハラ・ヒルトンの名で白車のビーチとゴルフコースが隣接する歓声な環境の中に10階建てのリゾートホテルとして設立されたカリフォルニア州 ロングビージを拠点とする建築家である、エドワード・キリングワース、ジュール・ブレイリーリ、ウォースミスにより設計された。その後1996年には、ヒルトンの参家を離れ、マンダリン・オリエンタル・ホテルグループへと運営が変わり、カハラ・マンダリン・オリエンタル・ハワイと名称を変更。2006年3月1日に、マンダリン・オリエンタル・ホテル・グループを離れ独立、ザカハラ・ホテルリゾートと名称を変更。 2009年2月1日に大倉ホテルズリゾーツに加盟した。2014年10月14日、会員制リゾートホテルを運営する日本のリゾートトラストが取得。設立以来、各国国王、大統領や首相など VIP のほか、映画俳優、歌手、ミュージシャン、タレント、マイケル・ジャクソンをはじめとする数多くの著名人が宿泊したリゾートホテルとしても有名。 ホテル1階の廊下には宿泊した著名人の数多くの写真が飾られている。日本の芸能人も数多く上宿にしている。また、ドラマ、ホテルのロケに使用されたホテルでもある。なお、リゾート内の2 6六千平方フィートのラグーンには6頭のイルカがおり、イルカとの触れ合いプログラムが人気となっている。リゾートトラストがアジア太平洋エリアにおけるザカハラホテル リゾートブランドホテルの世界展開を計画しており、その第一弾として、日本の横浜港未来地区に、ザカハラホテルリゾート横浜が2020年9月に開業した。ありがとうございます。